明けましておめでとうございます。ビジネス YouTuber のカズです。ザミエです。ついに2021年迎えましたね。皆さんいかがお過ごしですか？昨年ね、2020年は、予定されていたライブが、行われなかったり、実際ね、ライブに行く機会がなかったわけですけども、今年ね、2021年こそはね、コロナが収束してくれて、ビーズがまたね、何かやってくれると信じて、はい、日々過ごしていきましょう。ね、はい。で、昨年ね、僕、チャンネル登録者数、何人って言ってました？ 5,000 人って言ってました？ 1 万人って言ってました？ 1 万人って言ってなかったっけ？ 1 万人って、半分にも言ってません。すいません。もうちょっとで5000人なんで、はい、今年は、5000人達成したいと思います。はい、あと何百人でしょう。そうです、はい、確実に取りに行きたいと思います。、はい、というのは冗談なんですけど、はい、今年はね、前回生放送見てくれた方はご存知かもしれないですけど、音声の方がちょっとねよく取れるようになったんですよ、歌ったりするのがね。なのでもうちょっとね、歌の配信だったりとか、生配信を、増やしていこうかなというふうに思っています。それでね、歌ってる方だとか、楽器やってる方との、コラボとかもね、できたらなと思うんですけど、それはね、相手の方にもよるんで、はい、僕一人でどうにもならないんですけど、もしね、可能な方いましたら、ぜひお願いします。チャイミさん、何かありますか？今年やりたいこと。やりたいこと、はい、特にないんだけど、はい、昨年もっと動画に出るって言ってたんですけど、あんまり出れてなかった気がするんで、はい、そうですね、あんまり要所要所ね、肝心なとこでは出てるんですけど、はい、昨年よりは出演できるように頑張ります。あ、表舞台に出てくると。はい、でも前よりはちょっと喋るの得意になったでしょ。得意になったかな。どうですか皆さん、得意になってますか？じゃあ皆さん、はい、今年も、この2人とこの2匹で、はい、やっていきますので、ぜひね、応援の方よろしくお願いします。お願いします。それでは、今年もね、ビーズファン皆さんにとって、いい年になりますように、はい、願っております。はい、それではまた次の動画で会いましょう。せーの、お疲れ。バイバイ。